どんぐりを折ります。色のついてる方を上にしておきます。そして三角に半分に折ります。広げて逆の方向にもう一度三角を折り、折り筋をつけます。広げてこの折り筋をつけた真ん中までをこの真ん中のこっちの下の線に合わせて折ります。もう一度今度はここの線に合わせてこのまま真ん中の線に合わせて折ります。ここの線とこの線とこの線がつながるように折ってください。そしてもう一度この線合わせて折ります。ここですね。そして今度はこのまま後ろにこう折るんですけども、折りにくいので一度ひっくり返して、ここが同じ長さ、3つに同じ長さになるようにこう折ります。ここが少し難しいんですけども、だいたいこう上から覗いて、同じぐらいの長さに場所を見つけたら一度離し、ギュッと折ります。硬いです、少し硬いですけどギュッと折ります。そしてここの先を中に、ここのちょうどここの部分を入れます。そしてこの角をなくします。大体いいのですが、このぐらいちょっとギュッと折り目をで、上を開き、キュッキュッとつけた折り目合わせ中に入れ込みます。ポイントはこのギュッキュッてギュッて、ここの線ですね、ここを強めに折り筋をつけることと折りやすくなります。そしてひっくり返してどんぐりの出来上がりです。折り図での説明です。1、折り筋をつけます。2、真ん中まで折ります。3、もう一度折ります。4、折り筋のところでもう一回折ります。5、向こう側へ折ります。6、裏返したら角を内側に折ります。7、角を折り入れます。裏返して出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。